会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。国会の参議院の論戦が活発になっております。そうした中で、私は2点申し上げたいと思います。いわゆる運用3号といわれる主婦の年金資格の問題について、政府側の対応が極めて混乱をしていると。また大臣、政務官等のしかるべき政治的責任を負う側がその責任の所在について、これも混乱をきたしているという印象を拭えません。この運用方針を決めたのは長妻大臣、前大臣の下であったというのが局長の答弁の内容でありますから、またそれがきちんと細川厚生労働大臣に引き継がれていないということも明らかになってまいりました。そして、政務官の一人でその内容を知っている者がこれを大臣に報告をしていなかったということも明らかになってまいりました。また総務省と厚労省の意見はまだ溝があるようにも思います。まあ、こういったさまざまな課題について長妻前大臣にもきちんと参考人として国会に来ていただいて、その経緯についてきちんとご説明いただくべきだと思います。この問題について徹底的に責任の所在、そして混乱を収拾する、こういった議論をきちんとやっていただいた上で、今後の制度の在り方、これについても確立をしていかなければならないと思います。これが第1点であります。もう1点は、衆議院の土井雄一郎、龍一郎議員が、韓国、龍一議員、韓国の議員の方々との会合の方にですね、竹島の領有権を日本側が主張しないという趣旨の共同宣言文に署名をした、こういうことが明らかになりました。しかし与党の一員であり我が国の国会議員である、このしかも衆議院の委員長までやっている人、この人が我が国の政府の公式見解である竹島の領有権を主張しないということに署名をするというのは極めて不見識だと思います。しかもこの議員は韓グループに属する議員だということでもありますから、いわば首相のお膝元の議員がこういった国の方針に反する行いをしているということは国民として到底理解しがたいことだと思います。菅政権の足元から崩れてきているということも明らかになったわけでありますから、これは総理としてもまた民主党の与党民主党の代表としてもきちんとけじめをつけるべきだ、このように思います。政倫審の委員長ですね。はいはい、政倫審の委員長、はい、政倫審の委員長ということもあえて今発言がありました。まあ、いずれにしても国会での要職であり、また与党というの一員でもあり、韓グループのベテラン議員でもある、諸々の観点から到底看過しえない発言行動だと思います。これらの点も含めてなおこれからの国会論戦において言うべきことをきっぱりと言ってまいりたいと思います。以上です。